と前に首めっちゃこの辺をめっちゃピキってなっちゃって、で冷やした方がいいってその整体のお仕事してるお友達とかに言われたから、こう氷枕で夜寝たりとかしてたんですよ。でその寝る直前に氷枕を冷凍庫から出して、でうちの冷凍庫ってこうなんかセンサーがあるわけじゃないから開いてても別に鳴ったりとかしないんですよ。 で一応ちゃんと閉めたつもりやってんけど、ほんの少しだけ開いてたのね。それをなんか、気づいたのが夜中ぐらいだから、一回起きた時にんと思って閉めたんだけど、捨てた方がいいんじゃないって言われて捨てました。悲しい、悲しいです。ってなりました。悲しかった。今月節約生活するつもりやったから、先月買ったやつをねちょっとずつ食べようと思ったんですよ。悲しい。で急遽今日はうどんレンチンして食べようと思ってたのも食べれず、ってなりました。でももうさ悲しいけど、これでお腹痛くなって病院行った方がお金かかるから諦めました。だから今日は家にあるご飯を雑炊にして食べました。雑炊の素だと薄かったので、水入れすぎて薄かったから、お出汁、白出汁とニンニクちょっとと味噌を入れたかったんですけど味噌がなかったので、焼肉のタレを入れました。であれして卵溶いたの入れて最後にごま振って食べました。ニンニク入りのぞニンニクおろしなんかチューブニンニクチューブのやつを1、2って1、2ってやって食べました。どんな味難しいけど、でも焼肉ご飯みたいな焼肉のタレの味がちょっと入れすぎて強なったから、なんか不思議な味でも美味しかったんだけどね、なんかなんて言うんだろう、焼肉のタレついてるご飯のやつ多分そんな感じ。うちにあった最後のもやしのネギ味噌炒め作ってみたいね、あれ食べたいよ。どこにも売ってなくてネットだったらまだチャンスあるかなと思って調べたらなくて廃盤になってました。佐藤くんだるまありがとうございます。悲しい。昨日は自炊したっけ？してないわ昨日は。
昨日はクロワッサン屋さんがあって心斎橋に、でめっちゃ美味しいんですよ。めっちゃずっと好きで、私が NAB 入る前から大阪来たらよく食べてたクロワッサン屋さんなんですけど、そこのクロワッサンがプレーンみたいなやつだと5個で250円とかで、ちょっとだけお手頃なので、そこでクロワッサン買って食べたりとか、あと昨日はパブロの日だったからパブロ買ったりとかで、昨日は外でこう買い漁ってなんとかあれしました。そう、熊太郎さん、何これ、黄色いなんか、ありがとうございます。源さん、ハートありがとうございます。塩前さん、緑のやつ何これ、ありがとうございます。源さん、ハートありがとうございます。そう、なんかあの絶妙に節約生活をしながらも、なんか毎日自炊だとしんどいのでちょっとずつ楽しんでます。ショールーム開いたら可愛いと発見だって、やった可愛いだって、みんな嬉しいね。名古屋の母ちゃん、ハートありがとうございます。あ、花火なんだこれ、500玉みたいな感じ。僕たちのこの恋を打ち上げられた500玉、必要だと思われ、年齢確認されました。未成年に見えたらしいです。母ちゃん、だるまありがとうございます。塩まやさん、金魚ありがとうございます。肌質10代、それは言い過ぎじゃない？うん、言い過ぎです。うん、言い過ぎやと思いますよ。なんかね、あんま言いたくないけどね、うん、なんか10代とは違うと思いますよ。さすがにトップ麺ゲストで出た時すごく若いと思ってた。トップ麺懐かしい、もうだいぶ前ですね。麻雀たまにしますよ。こう見えてって言ったらおかしいんですけどね、結構ね、麻雀も好きですし、パチンコもたまにこういつお仕事が来てもいいようにうちに行ったりするんですよ。だからね、あれですよ、友達には笑われてます、よく地元の子たちとか。大門さん、緑のやつありがとうございます。麻雀番組出てほしい。でもめちゃくちゃ私麻雀ってさ、こう打つの性格出るってじゃないですか。だからめっちゃなんかあれですよ、結構ずかずかいってよく振り込めます。握手会行っていいですか？ぜひ
ぜひお願いいたします。お早めに。麻雀とかもなんか、だからパチンコのお仕事とかも久しくできてないからしたいなとか思ったり、麻雀も番組とかでさせていただけたらいいのになとか思ったり、結構なんか思ってはいます。なんかこうパチンコとかこう勉強がてらしに行ってる時とかこう SNS 上げたいんですけど、なんかね、あんまり良くないかなみたいな思って、あんまり言ってなかったんですけど、あとあれです、競馬もマネージャーさんたちと一緒にたまに、じゃあ私もとか言ってやったことありました。膝手術する方いる、しんどいね、頑張って。大きな決断やな。うん、あ、じゃあうまいとはとても思えない。いやでもなんかセンスはあるらしいですよ。ゴルフは一回打ちっぱなしでね、マネージャーさんにねこう連れて帰ってやったことあるんですよ。まあなんかゴルフとかできるようになったらまたこういろいろ広がるかもしれないみたいな感じで、言われたんで行ったんですけど、私昔からこう遠近感がつかめなくて目が悪くて、遠視と近視と乱視が入ってるから、だからね当たんないんだよね、こう球技とかも卓球とかも当たらなくて、だからゴルフ難しいってなって、ちょっと向いてないと思ってできませんでした。まるまるシオンって名前の馬多いね。あ、そうなん。あ、でもなんかそれ金子さんも言ってた気がする。福祉会私服でシャメ会制服衣装で OK、 多分そうなんじゃないかな、わかんないけど、私たちもまだちゃんと説明は受けてなくて、でも多分いつもの感じだとそうかなと思います。ガオガオピンチヒッター、そうね、そういうのもあったんですけど、なかなか最近はなくて、ギャル、ギャルっぽい見た目だけじゃない。肩叩き会は何かは私らもわからない。ちゃんと説明されてないんですけど、みんなされたのかな。お話し会の洋服、決めてない。もうちょっとしたらなんやかんや言うかもね。何とか決めれてない。でもどっかで生誕ティーは着たいなって思ってます。でもそれをどこで着るかは決めてない。みんなとこうお揃いの瞬間が長いもんね、なかなか、だから考え中です。
げんさん、ハートありがとうございます。新石竹藩さん、かわいい、ありがとうございます。げんさん、ありがとうございます。あ、緑のやつも、新石竹藩さん、ありがとうございます。ととえもんさんも、ありがとうございます。すごい、96の普段着てる、嬉しい。なんか私のお友達とかもゲットしてくださってるみたいでなんか着てるのとか見せてくれたり、あとコンササポの方が96のやつめっちゃ着て試合着てくれてるのとかを見てなんか嬉しいってなったり、あとねコールリーダーさんもあのこの間ショップに行ったら生誕の T シャツはなかったけどキーホルダーがラス1で売ってたらしくてゲットしたよみたいなあの言って見せてくださったり、すごいあのこの間京都戦の後とかも大阪寄ってこう NMB ショップに寄ってくださった札幌サポの方がいらっしゃったみたいで、すごい嬉しいなって思いました。なのであのこういろんな場面で私のグッズを見かけれたりとか嬉しいです。最終戦かぶってる、あ、そうなんや。あれですね、私あれしたいんですよ、始球式的なあのキックインみたいなやつとかボール渡すのとかしたくて、どうしたらできるんやろコンサドーレ様様ってごまするしかないのめっちゃしたいんですよ。なかなかあれは難しいのかな、なんかメンバーとかが始球式したりこうなんだ公式のサポーター的なのになってるのとか見て羨ましいなってめっちゃ思います。じゃあ公式はいただけてないのでね、非公式なんで悩ましいですそう、じゃあそろそろお洗濯物が溜まっててお洗濯しないといけないのでショールーム終わりたいと思います。順位発表しなきゃ、終わろうって言っちゃったでは発表します。1位から、塩マヨさん、トタエモンさん、ゲンさん、クマ太郎さん、マーガリンさん、ヤオエンネチュタカヤさん、ネオフロードさん、かっちゃん、名古屋のかわちゃん、みずさん、まおさん、りおさん、とよやじさん、ありがとうございます。今見てくださってる方の下2桁の数字が54位の方なので54位の方を読みます。ひろしさん、きなこひろかずさん、ありがとうございます。順位超えちゃった？はい、大丈夫かな。では終わりたいと思います。また来週、今週、明日からの1週間の中でまたどっかで配信したいと思います。ラッキーちゃんあっちにあるよ。ではもうしばらくやってないからなんかこう特別な日にしかやらないって決めました。はい、では皆さんありがとうございました。
またね、バイバーイ。